レスリングの五輪代表で、ライジンにも参戦した格闘家の宮田和幸氏が、自身の YouTube チャンネルを更新、大きな話題となった、朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円について振り返り、素人はプロ格闘家に絶対に勝てない、と断言している、格闘技界にとどまらず、大きな注目を浴びた朝倉の1000万企画、3人の挑戦者をわずか96秒で。 KO するなど強さを示したが、視聴者からは賛否両論の意見が集まっていた。宮田氏は、まず、素人が、なんでプロ格闘家に勝てるか。結論から言うと、絶対、勝てない。と断言。1、2試合目は、素人でしょ。3人目はモハンドラゴン。あれはすごかった。打撃のスペシャリスト。1、2試合目は勝てて当たり前。 3試合目でびっくりしたのは、打撃で一方的に勝てちゃったのでと振り返った、なぜ素人は勝てないのか、いろいろな意見があると思いますと前置きしつつ、プロと素人の決定的な違い、野球やバスケットボールなどは経験している人が多いと思うのですが、喧嘩って少し強いと勘違いしちゃう人が多い、今回の企画でもオーディションに参加していたラグビー選手とか、 体格の大きい人が外れたと言っている人もいるけど、プロ対、素人の場合は関係ない。力が強いとか、ラグビーは上手いでしょうけど、格闘技の練習はしていないわけだからと持論を展開する。また宮田氏は、モハンドラゴンより強い人は、他の種目にはいない。誰とやっても、一緒と続ける。元ラグビー選手や、元力士が、オーディションに参加していたが、朝倉相手に、勝ち目はなかったという。 宮田氏自身の経験もある僕は普段70キロくらいで五輪に出たのは63キロ級120キロ級のチャンピオンクラスも後輩にいてスーパーやったけどスタンドだけだと負けなかった倒し合いみたいなものだと体重差はあんまり関係ない日本人だと60から7080キロくらいまでが一番多い一番激戦の階級なのでその辺のトップの選手は体重差関係ないかな 体重差があったとしても、素人がプロに勝つのは難しいと強調する。喧嘩とかは体がでかいと強いとか言われてるんだけど、毎日投げたり相手を投げたり決めたり殴ったり職人なんですよ。ね。さらに例えとして、画家より素人の方が絵が上手いことはないと続けた。常にその世界に身を置くものと、素人には大きな差があると力説。 プロの格闘家は当たり前に強いんですよね。僕もレスリングのオリンピック選手からすぐに総合格闘技に転向して、打撃は全然見えなかった。グラウンドもすぐ極められたり、勝てなかったです。レスリングの選手でもそんなもの、ラグビー選手とかは相手にならないですよねと話している。そして格闘家はみんな思っていると思いますと締めくくった。